イーソー、イーイーソー、ユンイサン、イーソングユン、1917年9月17日から1995年11月3日は、大韓民国出身の作曲家。日本統治時代の朝鮮継承南道東へ、出身。本願は、ミナヤス、イサンユンとも、東ベルリン事件以降は西ドイツに帰化し、韓国の地を踏むことはなかったが、たびたび、 北朝鮮を行き来した。5歳の時から3年間感楽を教える、寺小屋に通い、8歳の時に東映公立普通学校に入学。13歳の時にバイオリンを習って、旋律を作曲し、町内映画館で自作の旋律が流れるのを聞いて作曲家を志した。父は音楽家になることに反対であり、東映京青少業学校に進学したが、2年後、で、 軍学隊出身のバイオリニストから家政法を習い、図書館の学譜から独学で音楽を学んだ。商業学校に進学すれば、音楽を学んでもよいという父からの許しを得て、1935年、大阪市にある商業学校に入学し、大阪音楽学院でチェロ、作曲、音楽理論を習った。1937年東映に戻り、 歌謡学院で教鞭を取りながら、初の童謡集、木道の歌を書いた。1939年日本に再渡航し、東京で池内と文次郎から大移と作曲を指示した。1941年戦争に突入すると、朝鮮半島へ戻り、1944年独立運動で2ヶ月間、投獄された。結核で倒れ、慶状定大病院に入院中に解放を迎えた。 戦後、韓国で音楽の教員として、教鞭を取った後、1956年に、パリ国立高等音楽院に留学。その地で、オリビエ・メシアンを知り、この国は、現代音楽には、非常に厳しい、ドイツの方が現代音楽をやりやすい。ダルムシュタット講習会に参加したらよいというメシアンの、アドバイスを受け、ドイツに移り、1957年ベルリン芸術大学に、 入学した。すでに四十歳を目前に控えたにもかかわらず、ヨーゼフルーファーから十二音技法を厳しく教わった。このことで、自作品リストからは前日の同揺集のような、タグ今ですべて撤回され、大学入学後の作品しかない。ピアノのための五つの商品、七つの楽器のための音楽、弦楽四重奏曲第三番は、彼のデビュー作となり、七つの楽器のための音楽は、 レコードまで発売され、その作品の指揮を行った人物が、フランシス・トラビスであった。以後数十年にわたり、トラビスはインを積極的に応援した。1963年には北朝鮮を訪れ、近日生とも、信仰を持った。しかし1967年6月17日、西ベルリンにて、KCIA によって拉致され、ソウルに送還された、東ベルリン事件。 そして、濃モの末、スパイ容疑で死刑を宣告されたが、イーゴリ・ストラビンスキーとヘルベルト・フォンカライアンが主導した、韓国政府への請願運動に、ルイージ・ダン・ラピッコラ、ハンス・ベルナー・ヘンツェ、ハインツ・ホリガー、マウリシオ・カーゲル、ヨーゼフ・カイルベルト、オット・オクレ・ンペラー、リゲティ・ジェルジュ、アルネ・メルネス、ペアノ・アゴー、カール・ハインツ・シュトックハウゼンなど、約200人の芸術家が署名した。 1967年12月13日に無期懲役を宣告されたが最新で限定を受け、1969年2月25日大統領特赦で釈放された。印は西ドイツに追放され、韓国国内で印の音楽は演奏を禁止された。1969年から1970年までハノーハー音楽大学に勤め、1971年に 西ドイツに帰化した。その後祖国統一反民族連合のヨーロッパ本部議長を務めるなど韓国の民主化運動にも力を貸した。1980年の公衆民主化運動の同性を聞くと公共し、公衆よ永遠にお書き翌年発表した。作品活動を続けながらたびたび北朝鮮を訪れた。1982年から毎年北朝鮮では 因為層音楽祭が開催され、韓国でもインの音楽が解禁された。傷ついた竜などのインタビューでも何度となく触れたのが韓国の民族音楽に基づく主要音と呼ばれる技法である。十二音技法ではすべての音が同等になるためテンションが平等のままで推移する。インはこれに主要音という概念を導入し、十二の音のどれかに重力を与えることで、 一本の戦立戦に個性を与えたのである。しかも、1970年代は前衛の停滞期であり、戦立の復権が各方面から叫ばれたため、院の作風はその時代の波に完全に乗ることになった。彼はすでに50歳を過ぎていた。1977年から1987年まで、ベルリン芸術大学教授として在職し、作曲家教授として、 細川俊夫、島津武人、古川清庭野正弘タデウシュビエレツき、ベルンフリートイージープレイベなどの弟子を育てた。アジア人の作曲の教授にヨーロッパ人の弟子がついたのはドイツ全体では因が初めてである。韓国人の弟子は京広し広し、カンスキが挙げられる程度である。晩年にはまた、プフォルズハイムやシュトゥットがあると、 ブレイメンなどでも作曲講習会を開き、孫弟子たちの育成にも熱心であった。プフォルツハイムで行われた講習会にはイギュボンが参加しており、彼はその数年後にイリノ賞を受賞した。1980年代は全人類に訴えるために、オクターブや共和音程も躊躇なく、使われている作曲法が変更されていないためバイオリン競争曲、 第3番のような詩の直前の作品ですら、朝鮮半島由来の強烈な戦律は健在であった。金日生との対談を動画で残すほどのコミュニストであった印は、1994年の東京で全ての政治的活動を中断すると発表した。同年9月、ソウル、富山、広州などで、印威総音楽祭が開催された。 ンは参加しようとしたが健康が悪化して入院した。この時、彼の所持品には安宿前の南道民用レコードがあった。晩年まで創作意欲は衰えることなく、1995年には最後のオーケストラ作品、炎に包まれた天使が東京で演奏されたが、すでに健康を害して来日できず、1995年11月3日午後4時20分、 ドイツベルリンの病院で肺炎のため死去した。出版作品は全曲がボテバックから発売され、届く以降は未出版作品が存在しなかった。しかし、ボテバックは経営破綻を迎え、ブアンドホークスに吸収合併された。著作権使用料なども同時に高額になったとみられる。日本では生前の扱いに比べると北朝鮮問題も大きいのか。 2010年代以降は、インのオーケストラ作品が定期演奏会で取り上げられることは少なくなっている。愛知芸術文化センターには、インの出版符がかなりの数所蔵されている。開花されていないが、一般人も利用できる。2006年には、ロブゲン政権の下、東ベルリン事件が、牧世紀政権によるフレームアップであったことが確認され、 政治的にも名誉回復がなされた。2007年9月14日、未亡人のリミズコが陰意層誕生90周年記念祝典に参加するため40年ぶりに韓国を訪れた。1999年の陰意層音楽のゆべお及び2000年の東映現代音楽祭以来、陰意層を記念する音楽祭が故郷の東映で開かれており2014年からは この年に設立された東映国際音楽祭団を基盤に、東映国際音楽祭とイン意層国際音楽コンクールが開催されている。ピアノのための5つの商品以前の作品は撤回、または破棄されているため、弦楽史重奏曲第1番と第2番がどのような作品であったのかは不明であったが、実は本人は所蔵しており近年復活疎演が行われた。 日本やフランスで作った修作はなかったことにされているが今後の研究が待たれる。代表作には公衆事件をモチーフにした公衆よ永遠にベルリンフィル100周年の異色作品公共局第1番サントリーホール落成記念のための異色作品公共局第4番暗黒の中で歌う無伴奏応募へのためのピリ等が有名で著作に インタビュー形式の傷ついた理由がある。秋吉大国際音楽祭では、弟子の細川俊夫のリクエストにより、イマージュが演奏されており、1980年代以降に顕著になった共和音程を重視した活動よりも、その時期のイの作品を推す音楽家も少なくない。美学上の理由により、電子音楽は一切残していない。 もともと現代音楽の前衛的な側面には否定的な態度で臨んでいたが、弟子には12音で与えられた編成で限界まで自分の音で書いてこいと命じるなど西洋音楽の伝統への敬意は修正変わることはなかった。1970年代頃になり前衛運動に陰りが見えた頃に入って確かに新しさを追求する子は難しくなったが作家性は回復したので 自分には都合が良かったと語っている。その後、公共局や競争局など西洋の伝統を意識した力作を立て続けに発表し、名声が確立したのは1980年代であり、60歳を過ぎてから大作曲家と認識された点が際立っている。移植が集中してもそれを断ることがなかったため、ほぼ仕事部屋にこもりきりで牢屋の生活とも述べた。 その作曲法は極めて個性的なもので、一本の旋律線を極端に長く描くため、五線フルスコアを横に並べきり、一つの楽器をその並べきった終わりまで描いていくものだったと伝えられる。作曲の発想は、クセナキスや湯浅ージと同じくグラフィックであったと考えられる。40歳以下の若手作曲家を対象とした。 国際作曲コンクールが2007年ソウルで開かれた。優勝者はドイツ在住中国人のリンワン。2009年度の優勝者はスペインのマルチネス・ブルゴス。2011年度の優勝者は中国のチェン・フイ・フイ。2013年の優勝者は韓国のパク・ミュン・フン。なお、2015年に政府からの財政支援が中断され、 作曲賞自体も中断を余儀なくされている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。